は、さあ今日僕はですね、こちら、西稚内港というところに、ね、来ております、そしてね、皆さんこちらご覧ください。今日はね、すごくね、天気が良くて、この利尻富士もね、よく見えています、まあ、よくは見えてるんですが、風がね、今日はすごく強いんで、相変わらずね、ちょっとドローンね、飛ばすために、まあ、いろいろやってきてはいたんですが、今日も飛ばせず、じまいでしたね。まあ、せっかくなんでね、このドローン飛ばす代わりに、このね、皆さんに利尻富士とか、あと向こうにもう少しね、陸地とかね、あそこはとか、利尻か礼文のどっちかかな、はい、があると思うんで、それをね、少し見ていただこうかなと思います。はい。これね、ちゃんと今日声入ってるかな、一応ゼンハイザーの MKE200 っていうマイクをね、新しく買ったんですが、今日はね、ちょっと風が強いから声が入ってるでしょうか。はい、これがね、利尻富士になっております。今日本当に綺麗ですね。まあ、ちょっとね、ガスかかってる感じはあるんですけども、まあ、それでもね、ここまではっきりと視認できる日っていうのはね、なかなかありません。で、ぐーっと戻すと、はい、こんな感じに、ね、なっておりますね。なかなかここいい景色でしょう。一応ですね、あともう一箇所ね、利尻じゃなかった利尻富士か、利尻富士が、見える場所はね、あるんですけども、ここはね、ほとんど人がいないというか、ただの港なんで、ね、なかなかいい場所だと思います。灯台の方もちょっと寄ってみましょうか。ぐーっと寄って、はい、こんな感じで、ちっちゃい灯台なんですけどもね、なかなかこれもね、風情があっていいかと思います。わー、風がやっぱ強烈に吹くと手がね、冷た、寒いですね。ごめんなさい、あ、ちょっとずれちゃった。はい、こんな感じでね、この港は本当にね、ただの港なんで、ちょっとカメラ回しますけど、何にもここにはないんですよね。まあ、一応こう、人が誰もね、作業しない今だからこう撮ってるんで、ちょっとね、漁業関係者の方とかいたら、まあ、あんまりこう邪魔できないんですけども、人が、ね、いない時であれば、ここね、利尻富士をね、綺麗に見えるスポットなんで、ぜひね、皆さんもね、こう立ち寄ってみてください。地図とかはね、下の動画の概要欄の方に載せておきます。さあ、それじゃあもう一箇所ね、利尻富士が見える場所あるんで、行ってみましょうか。さあ、もう一箇所に到着しました。こちら、はい、のシャップ岬に、ね、来ています。さっきのね、西稚内港から少し車で行ったところにあるね、まあ、有名な観光地なんですが、ここでもね、綺麗に利尻富士が、見えるんですよ。せっかくなんで、ちょっとよいしょ、近づいて、こっからね、よいしょ、ズームしてみましょうか。すっごいむちゃくちゃな体勢になっちゃうけど、はい、ぎゅーっとカメラを寄せて、はい、ここまでね、ズームできました。どうでしょうか。今日もね、さっきも言ったんですけど、ガスがかかってるんで、もしかしたらちょっとね、補正して皆さんに見せてると思うんですけども、はい、こんな感じでね、利尻富士が見えます。あ、風がとにかく強いですね。もうね、この風の影響でカメラもね、結構まあ、震えたりして、今ね、ブレも相当出てるんですよ。多分皆さんがね、見てる映像は僕が後からデジタル処理してるんで、そこまでブレはないと思うんですけど、ここまでズームするとね、もうちょっとしたそのそよ風でもね、かなりブルブルってこう震えてしまいますし、もうマイクもね、音がすごい悪いです。で、寒いっていうね、とにかく、まあ、正直な話、いいことは何もない状態なんですが、なんとかね、この景色を見せたくてね、結構無理しゃりやってますね。利尻富士映しましょうか。よいしょ、これが利尻富士になります。で、本当であればこういうのってのはもっとその5人6人とかでやってね、1人はこういう望遠を担当して、で、もう1人はこう喋って、で、もう1人がこう歩きながらっていう、まあ、いろんなね、面白い、こう絵をたくさん撮れるはずなんですけど、何も1人のためね、どうしてもこのようなことになってしまいますね。はい、さあ、ということで、今日はちょっとこうあっさりとではありますがね、この、西稚内港とね、のしゃっと岬からこう綺麗な利尻富士を、見るというそんな動画でありました。ここまでね、見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様何かを参考になれれば幸いです。で、ここもですね、こんな感じで稚内の風景とかね、北海道の景色どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。